どうも皆さんこんにちは、ケンタさんのアウトドアクッキングへようこそ。今日はですね、残念ながらちょっと時間がなかったんで、外出はしてないんですけど、家の庭で近々行くね、キャンプの練習をしようと思ってます。特に料理ですね。今日のテーマはホットケーキ。皆さん大好きなやつですね、ホットケーキ。こいつを作っていきたいと思います。はい、ホットケーキで大事な火加減ですけど、こいつは火加減の調整が非常に難しいやつ。うまくできるか心配でございます。はい、こんな感じで下準備ができました。はい、もう皆さん目に入っちゃったかもしれませんけど、今回はホットケーキの生地をこの中、イロハスのペットボトルの中に入れてみました。これならね、生地は家で作って外出先に持ってけばね、ブワーって絞れるからね。さあ、来ました。じゃあバターを入れていきたいと思います。はい、もうファイヤーしてる。こうやって熱くなるからタオルとかも出てたもん。修行のつもりが修行と言ってくれ。よし、スピード勝負ですよ、スピード勝負。ほい、ズバー。よーし、流し入れました。おっ、やっぱね、クッカーがね、アルミだから火が通りやすいっていうのと、あとやっぱりこのジェットボイルが本当にジェットジェットしすぎて、さあさあ、もう OK でしょ、もういけるでしょ。おい、やばいやばい、おりゃおりゃ、せーの、はい。お、今の瞬間見逃してたでしょう。こんなもんじゃない、こんなもんじゃない。あっち、できました。あっさりですよね。ちょっとこっちこっちこっち、はい、はい、こんな感じで出来上がりました。ちゃんとホットケーキですよ、ほら、よいしょ、裏もほら、ちゃんとなってる。ちょっとメープルシロップ取ってきます。はい、メープルシロップかけます。この辺、はい、出来上がりました。いただきやす。いいっすね、ちゃんと中まで火取って。うまい。あれですね、すぐさ焦げちゃうかもしれないけど、しっかりとこう火加減調整してやれば上手にできるもんなんですね。うん、あっという間に朽ちた。もう一回作ろう。2回目もできました。どうですか、どうですか。ダサくですよね。うんうん、うまい。やっぱり外で食べるのはやっぱうまいですね。まあ家ですけど、このイロハスのペットボトルの中に生地を入れた理由は、ちょっとまだ生地残ってますけど、イロハスってくちゃくちゃくちゃ潰れるじゃないですか。なんで使い切った後もヒューってもう極限まで小さく折りたたんで、そのまま捨てられちゃうから、材料も無駄にしないし、かなりエコなやり方だなと思い、これやってみました。同じくね、イロハスでホットケーキを焼いてる人がいたんで、今日はこれを真似してみました。皆さんもぜひやってみてくださいね。めっちゃうまいっす。ごちそうさまです。じゃあね。
まいっすね。うまい。